左からカーロフ、ルゴシ、オーガラスの朗読に合わせたダンスパフォーマンスシーン。オーガラスは1935年に公開されたアメリカ合衆国のホラー映画。監督はルーランダーズ、出演はボリス・カーロフ、ベラルゴシ、エドガー・アラン・ポーの死、オーガラスから着想を得たもので、ポーの世界に取り憑かれた天才外科医が脱走犯を利用して、 屋敷に招いた人々を恐怖に陥れる。主人公はどちらかというと、ルゴ氏の役だが、クレジット上はカーロフの方が主役だった。この映画の約30年後、カーロフは同名の映画、ザ・レインに出演しているが、題名と原作詞への言及以外は全く異なる内容である。ダンサーのジーンはドライブ中にハンドルを切り損ない、意識不明の渋滞に陥る。 婚約者で医者でもあるジェリー・ホールデンは、ジーンを救えるのは、天才外科医のリチャード・ボリン博士しかいないという。早速電話で、ボリン博士に手術を依頼するが、臨床医はやめたのでできないと断られる。しかし諦めきれない、ジーンの父サッチャーハンジは、ボリン博士の家まで押しかける。ボリン博士は承諾し、手術は無事成功する。1ヶ月後、ジーンは、エドガー・アランポーの、 大ガラスの朗読に合わせて、ダンスパフォーマンスをできるまで健康を回復している。楽屋までやってきて、ジーンを称える。ボリン博士に、サッチャーハンジは疑念を感じる。直接話し合ってみると、サッチャーハンジの読み通り、ボリン博士はジーンを愛していて、結婚の許しを請う。しかし、年の差もあるし、ジーンには、劣気とした婚約者がいるので、サッチャーハンジは断る。 ボリン博士の家を脱走犯のベートマンが訪問する。整形で顔を変えたいという。逃走のためではなく、醜い顔のせいで、これまで犯罪を犯してきた整形手術で普通の顔になれば構成できると思ってだった。ボリン博士は快諾して手術を行う。しかし、余計に醜くなる。ボリン博士は治してやるから、自分の命令に従えと脅し、 ベートマンは仕方なく承諾する。ボリン博士は自宅でパーティーを催し、サッチャー父子、ゴールデン医師らを招待する。真夜中、ベートマンはサッチャーハンジを拉致し、秘密の地下室に連れ込む。そこは、ボリン博士が敬愛するポーの小説、落とし穴と振り子などを真似て作った拷問部屋だった。サッチャーハンジは台に仰向けに縛り付けられ、上からナイフの振り子が、 じわじわと降りてくる。さらに、ジーンとホールデイイシは、可動壁が中の人間を押しつぶす、カラクリ部屋に閉じ込められる。しかし、ベートマンは命をかけてカラクリ部屋からジーンたちを救い、逆に、ボリン博士を壁に閉じ込める。ジーンたちは、ま一発で、サッチャーハンジを救出する。ユニバーサルのプレブックはカールオフ推しで、メイクアップの達人と宣伝した。 エドガー・アーラン・ポーに関しては、エドガー・アーラン・ポーは、精神的落語者。と問いかけ、登場人物は、ポー自身の繁栄と書いた。また、工業主には、学生に干渉を進めるよう地元の高校や、大学の先生たちに手紙を出すようアドバイスした。拷問、顔面破壊、復讐といった要素は1935年の、観客には、刺激が強すぎたのか、工業は伸び悩み、 イギリスでは上映禁止処分を受けた。ありがとうございます。